クラヨーバ市電はルーマニアの都市、クラヨーバ市内に存在する路面電車。2020年現在は路線バスをはじめとしたクラヨーバの公共交通機関を運営する公営組織であるラットクラヨーバによって運営されている。第二次世界大戦後の共産主義時代、クラヨーバの公共交通の需要は路線バスによって賄われており、都市の拡大及び人口増加に応じて バスの路線網の拡張が行われていた。だが、1980年代に入ると、ルーマニア全土で石油の輸入に伴う通貨の海外への流出が問題視され、石油の輸入を抑制するため、エネルギー効率が良い路面電車の導入が推奨されるようになった。そこでクライオーバでも市内の産業施設を結ぶ路線の建設が決定し、1987年から、 営業運転を開始した。2020年時点でも開業当時の路線が維持されており、東西を結ぶ一本の路線の中で以下の三つの系統が運行している。開業当初と比べて列車の運行頻度は減少したが、欧州連合からの支援を受けた路線の近代化が2010年代に実施されているほか、工術の通り車両についてもヨーロッパ各地の状態の 良い中古車両を譲り受けることで近代化が行われている。運賃は1回の乗車につき2例で、現金による乗車券の購入に加え非接触式、IC カード機能を搭載したクレジットカードでの乗車も可能である。開業当初のクラヨーバ自然の車両は、ルーマニアの国産車両であるティミス2が用いられ、一部は近代化も行われたが、民主化後は、 ヨーロッパ諸国の譲渡車両による置き換えが行われ、2016年の時点で全車が譲渡車両に統一されている。クライオーバ市電には前日の通り、ヨーロッパ各地の中古車両が導入されていたが、経年により老朽化が進み、さらなる近代化が求められていた。それを受けて2010年代以降新型、超低床電車の導入計画が進められており、 参加する企業が現れなかった入札を実施したルーマニア公共事業開発業政省からの要望を満たすのが不可能だったと様々な理由で入札自体を何度もキャンセルする事態が起きたものの2020年7月29日にウクライナのタトラユークが契約権を獲得したことが発表され翌月27両分の超低小電車の導入に関する契約が交わされた この事業は公共事業開発業政書及び欧州連合からの支援に基づくもので契約時点では同年後半以降試作者を製造することになっている。ありがとうございます。